はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。ここで告知をさせてください。5月24日に発売されましたゲットナビ7月号になんとね、雑誌デビューっていうことでね、一部のページに掲載させていただきました。まあ、今回ね、めくるめく文房具の世界ということで、文房具に関しての記事が多めに入っているんですけども、その中はね、文房具の記事に、ね、掲載させていただきました。細かい内容に関してはまあ言えないんですけどもね、掲載させていただきましたのでね、ぜひね、見ていただけたら嬉しいです。 Twitter と Instagram の方にセブンネットと Amazon のリンクをね、掲載しておりますのでね、ぜひそこからご購入ください。多分本屋さんとかでも売ってると思うんでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで本題、今回はゼブラのシャーボニューの限定カラーの方を紹介していこうと思います。前の購入品紹介の方でチラッと紹介したんですけどもね、今回本編のレビューってことをやっていこうかなと思います。では見ていきましょう。はい、こちらが今回紹介するゼブラのシャーボニューという多機能ペンになります。前の購入品紹介の方でチラッと紹介して、あとはレビュー動画を出しますって言ったんですけどね、今回は本編のレビュー動画っていうことでやっていこうかなと思います。ちなみにこのシャーボニュー限定カラーでございまして、すごい良い色だなと思ったんでね、買ったんですけどね、機能とかね、特徴などをね、今回は紹介できたらなと思います。あとね、まあいろいろデザインとかはね、見ていこうと思ってんでね、まあいつも通りのレビューとなってしまうんですけどもね、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ではどうぞ。では早速基本データの方から見ていこうと思います。今回紹介するのはゼブラのシャーボニューということで、 NU って書いてニューって読むんですよね。こちらはね、実は限定カラーであるんですけども、定番としてはね、2020年の11月24日に発売されました。価格は1800円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.5 と 0.7mm があります。カラーラインナップに関しても 0.5mm と 0.7mm 異なっておりまして、 0.5mm はセルリアンブルー、レッド、コーラルピンク、シャンパンゴールド、ホワイトとなっています。そして 0.7mm に関してはブルーグレー、ワイン、ネイビー、パープ、ブラックとなっています。こちらに関しては通常版のモデルとなっております。今回購入したのは限定カラーということで、限定カラーのカラーラインナップに関しては 0.5mm がマリンブルー、クラウドグレー、アンバーオレンジ、 0.7mm はウッドブラウン、モスグリーン、ミッドナイトブルーとなっています。今回購入したのは 0.5mm のマリンブルーとなります。今回の限定カラーはネイチャーカラーというものとありまして、2022年の2月10日に発売されたモデルとなっています。長さは約 14.2cm、 太さは約 0.9cm、重さは約 25.5g となっています。そして今回のネイチャーカラーなんですけども、名前の通り自然をイメージしたカラーリングとなっているみたいです。まあ、自然は英語でネイチャーって言いますもんね。2020年春のトレンドカラーってことで、ちょっと古いかなっていうのはあるんですけども、まあ、シャーボニューの発売が2020年ってことで、目をつぶっておきましょうってことで、まあ、そんな感じとなっています。まあ、先ほども言いましたが、自然をイメージしたカラーリングとなっておりまして、今回のはマリンブルーっていうことでね、海みたいなカラーリングとなっています。では早速ね、デザインの方を見ていこうと思います。デザインはこんな感じとなっています。下の部分がこんな感じになってて、上の部分がちょっと頭でっかちみたいな形となっています。これに関してはデザインかなり好みが分かれるんじゃないかなと思います。このデザインやっぱり気になるなーっていうね、ちょっとダサいなーっていうね、イメージを持つ方もいらっしゃると思いますし、そんな気にならないよーって方もね、いらっしゃると思いますね。僕も最初発売された時ね、見たんですけども、ちょっと頭でっかちはダサいなーと思って、ちょっとね、購入を避けていたんですけどもね、ちょっと申し訳ないんですけどね、なんかほんとめちゃくちゃいい色じゃんと思って、一周回ってこれ気にならないんじゃないと思って購入することとなりました。軸ですね。軸にはね、今回限定カラーのネイチャーカラーってことで特別仕様となっています。なんとマットな加工が施されていて、非常にサラサラとした質感となっています。めちゃくちゃかっこいいですよね。マリンブルーっていうことで海をイメージした色となっていて、非常にこの深みもありますし、かなり美しいカラーリングですよね。なんとイメージすればいいと思うんですか、沖縄の海の深いところって言えばいいですかね。そのぐらい美しいカラーリングとなっていて、落ち着いているんですけども、かなり透き通ったカラーリングなんじゃないかなと思います。ペンケースに入れても悪目立ちすることもないと思いますし、非常にね、来られたカラーリングなんじゃないかなと感じました。で、金具に関しては光沢のあるシルバーが採用されています。土金に関しても、クリップに関しても光沢のあるシルバーが採用されております。で、ここにシールがあるんですが、後で剥がしておくんですけどね、まあ、シールはね、後で剥がしていこうかなと思います。そしてグリップに関しては何もない感じとなっていますね。
マット加工でサラサラとした質感となっているので、手汗をかくと滑ってしまうのかなっていう心配はあります。で、軸の中盤にかけてボコッとした形状となっていて、ここが頭でっかちの部分となっていますね。そしてクリップもさっきも言ったんですけども、シルバーの光沢のある質感となっていて、シャーボニューとね、刻印がされていますね。非常にアクセントになってかっこいいんじゃないかなと思います。クリップに関しては少し固めといった感じですね。僕ね、結構爪に敏感でして、爪が短いと使いにくいんじゃないかなと思いますね。まあ、爪を使って使うとね、結構柔らかい感じなんで非常に使いやすいんじゃないかなと思って、ちょっと微妙ではあるんですけどね、普通といった、ね、ことにしましょうか。そしてノック部ですね。ノック部に関してはここが開けられるようになっていて、ちょっとね、力がいるんですけども、回すとここにね、消しゴムがついています。動画序盤でも言ったんですけども、今回のシャーボニューは多機能ペンっていうこともありまして、3機能のボールペンとなっています。ロータリー式のボールペンとなっていて、黒ボールペン、赤ボールペン、シャープペンシルの3機能となっています。青がないのがちょっと学生的には少しね、不便なんじゃないかなと思うんですけども、なんとリフィルが 4C 規格となっています。 4C 規格なので、シャーボ X のリフィルも使用することができるので、青とかもね、黒を出して青を入れるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。色の目印もないですしね、好きなようにね、入れることができるんじゃないかなって思いますね。で、シャーボっていうことでシャープメーカーも搭載されています。今回のシャーボニューはシャープメーカーにちょっと来られた機能となっているのでね、後で紹介するんですけどね、そこも注目でありますね。ちなみに今回 0.5 ってことで、インクに関してはエマルジョンインクが採用されていますね。まあ、エマルジョンインクっていうのはゼブラ独自の滑らかなインクとなっていて、かなり快適に書くことができるみたいです。そして今回ね、ある機能を持っていると言ったんですけども、なんとこのシャーボニュートップインシャープ機構というものが搭載されているんですよね。まあ、この機構が何なのかって言いますと、こちらはね、同じ会社のね、シャーボ X になるんですけども、普通の多機能ペンのシャープペンシルの芯の入れ替えって、ここを外して入れ替えるんですよね。やっぱりここを外して入れ替えると、ちょっと手間がかかりますし、開ける際に芯が飛び散ったりするので、かなり危険性があるんですけども、今回のシャーボニューに関しては、ここをね、取り外さなくても、ここを回して消しゴムを取れば、こっから入れることができるんですよね。めちゃくちゃ便利ですよね。実際に芯を入れてみましょうか。入っていこうで、今ね、シャープメーカーに入っている芯はね、0となっていますね。ノックしても芯が出ません。上部にここに穴があるので、ここにね、芯を入れていこうと思います。はい、入れました。で、ノックすると、なんということでしょう、芯が出てしまうんですよね。なんとね、この多機能ペンで後ろから芯を入れることができるっていうね、かなり画期的な機能をね、持っているんですよね。多機能ペンであったシャープメーカーを引き抜いて芯をね、補充するっていう手間がなくなりましたし、ここを開けて消しゴムを取れば芯をね、補充することができるってね、画期的な機能が搭載されたんですよね。まあ、これをさっきも言ったんですけど、トップインシャープ機構っていうね、機能となっています。仕組みとしてはこんな感じとなっています。今までの多機能ペンはこんな感じでね、黒、赤、ここにシャープメーカーって感じでね、普通に3本刺さってるだけなんですけども、今回のシャーボニューに関してはシャープメーカーが真ん中にあるんですよね。真ん中にシャープメーカーを入れることによって、直で上部から芯を入れることができるっていうね、かなりね、考えられた機能となっていますね。これをすることによってね、手間をかけることもなくなりますし、かなり扱いやすくてね、多機能ペンのシャープメーカーを使う頻度が高くなるんじゃないかなと感じました。これはかなり考えられてますよね。かなり簡単な図で説明したんですけども、シャープメーカーを真ん中にすることによって上部から芯を入れることができるっていうね、単純ではあるんですけどね、かなり考えられた、今までになかった機能を搭載されていますね。まあ、これがトップインシャープ機構っていうね、ものとなります。こんな感じで実物を見ても分かると思うんですけど、やっぱりシャープメーカーが真ん中にありますよね。この白い部分がシャープメーカーなんですけども、シャープメーカーが真ん中に位置しているのが見て取れるんじゃないかなと思います。ちょっとピンボケがひどいんですけどね、こんな感じで真ん中にシャープメーカーがあります。で、その両端に黒と赤がある感じとなっていますね。やっぱりこの機構考えられてますよね。やっぱり本当にね、いいんじゃないかなって思いますね。では早速書いていこうと思います。まずは黒からいっていきます。続いて赤、そしてシャープメーカー。書いてみた感想なんですけども、ボールペンに関しては非常に滑らかですね。その上、全くブレがなくて、かなり快適に書くことができました。さすがエマルジョンイングっていうこともありましてね、非常にね、良かったんじゃないかなと思います。そしてシャープペンに関しても、やっぱり多機能ペンのシャープメーカーっていうのがあって、しょうがないと思うんですけども、ぐらつきが気になりますね。
トップインシャープ機構は非常に便利だと思うんですけども、ブレが軽減されたシャーボとかね、発売されたらいいんじゃないかなと思いますしね。ゼブラではね、ブレンの 2+S っていうことで、ブレを抑えられた多機能ペンもね、発売されてるのでね、その技術をね、シャーボにも入れてほしいなっていうのもありますね。非常にね、使いやすくてかなり考えられた多機能ペンではあったんですけども、シャープペンシルのね、グラつきに関してはちょっと課題点なんじゃないかなと感じました。はい、ということで以上となります。今回はゼブラのシャーボニューの限定カラーのマリンブルーのレビューをやっていきました。かなりね、本当に良い色でね、かなり考えられた機能も搭載されていてね、非常にね、良い多機能ペンなんじゃないかなと感じました。黒と赤とシャープペンっていうことでね、学生さんにはね、青がないってことでちょっと厳しいんじゃないかなって思うんですけどね。まあ社会人の方だったりね、普通に普段使いする方にはね、本当に良いね、多機能ペンだと思うのでね、おすすめしますね。あんまり社会人にとってね、シャープペンとか使わないと思うんですけどね、まあたまに使う場面もあるんじゃないかなと思うのでね、その時にね、こういうトップインシャープ機構とかあったらね、非常に便利なんじゃないかなと思うのでね、特に社会人に向けてはね、非常におすすめできる多機能ペンなんじゃないかなと感じました。次回は未定ですね。いろいろね、ネタとか考えておりますのでね、今後も動画上げていこうかなと思います。ということで、高評価、チャンネル登録ね、コメントお待ちしています。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。